ミセスキーでしょきょうも一緒にプロレスを楽しみましょう。プロレス大好き大集合、はい、いよいよですよ柴田さん、とう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 我々もここまで来ましたね。そうそう、はい、もう我々にとってはレジェンド中のレジェンド、はい、木村健吾さんです。どうぞよろしくお願いします。今日のタイトルですね、稲妻戦士稲妻レッグラリアと品川区議会議員ですね、区議会議員をやられてますね、木村健吾さんということですね。はい、どうぞよろしくお願いします。まあということで、もう今日はね、朝からですね、はい、なんかざわ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 しまして、もうファンに戻っちゃった。あ、ファンに戻った。もう完全にファンに戻ってますね。はい、もうファンに戻った。だってもう木村さんといえば、はい、ゴールデンタイムで、はい、ね、活躍されたなんかもう一人ですから、ね、そうですよ、ね、そう、長州さん、はじめさん、当然ありましたね、テレビでね、俺たちの時代というね、そうそうそう、ああいうのもありましたよね、はい、あったね、それね、はい、だってそれこそ、猪木さん、坂口さん、長州さん、藤波さん、はい、木村さん、はい、ね、もうあとタイガーマスク、あ、そうですね、はい、黄金時代、黄金時代ですよ、ね、で今、ね、プロレスの動員が増えたと言ったって、うん、あの時に追いつけるような状態じゃないですから、一番その地方の一番大きな体育館、うん、はいはい、2階まで超満員、はい、宿舎には出待ち入り待ちのね、はい、でロビー行くとですね、うん、石がこんなに積んであるんですよ、皆さん大変でしたよ ね、そうそう、いい時代でしたね、いい時代でしたね、いや当時ね、その会場に行くじゃないですか、はい、木村さんとそれからジョージ高野さんが大体ですね、はい、受付のあたりでね、そういるんですよ、いらっしゃるんですよ、おお、上半身裸で、はいはい、いやいや、モテる2人じゃないですか、一番女性ファンをね、そうそう、キャーキャーワンを言いました、そうそうそう、木村さんはね、表になってました、ね、あ、大きな声じゃ言えないですよねもうそろそろありがとうございます何を言っちゃったの何の俺なんすか ね、 いやいやね、応援していただいて ね、 そうそう、はいはい、なんか他の選手が前に出てこない時に前でファンサービスやって、はいはいはい、そうですね、はい、それはありましたね、うん、なんかもう引退も近くなった頃に、ね、またね、特に巡業のこう部長みたいなことやってましたね、はい、だからファンの人たちに対してすごくね、うん、何かこうただ怖いだけのプロレスラーじゃなくてね、うん、はいはい、やっぱり違った面のね、うん、プロレスラーっていうところも見せられたのかなっていうのがあります、ね、サインとかもすごくされてましたよね、うん、サインもしましたね、はいはい、積極的にね、うん、そうですね、うん、聞いたお話なんですけど、長州さんがちょっとあの人つけるのじゃないですか、うんうん、それに対して木村さんが怒ったことあったというのは聞いた、なんかそういうことをなんか書いてありましたね、はい、もう本人忘れてるんだでもやっぱりファンサービスっていうのは確かにそのレスラーイコールやっぱり怖さっていうのがあるんだけど、はい、ただそれだけではダメだと思うんですよね、その怖さがある中で優しさがちらっと見えることによってファンがもっと魅力を感じてくれるんですよね、はいはいはい、そういうところも大事なことだと思うんですよね、女性にも優しかった、女性にも優しかった、男性にも優しかった、特に優しい、特に優しい、特に女性に優しい、これはもうしょうがないことですよね、ちびっこにも優しいね、うん、まあ、男性にも優しい、ちびっこっていうのね僕は自分がやっぱり子供の頃ね、プレスラーのこうそばに寄ってって、うん、田舎の四国だったら愛媛県なんですけど、はいはい、そこに来た時にね、新居浜って、新居浜、で、そういうところに行った時にね、パッとこう野球場でこうレスラーが来た時、そういうの見た時にね、やっぱりこの優しくしてもらったりとかっていう、うん、そのいつまでも覚えてるんですよ ね、 ですよね、だからそういうことっていうのは、うん、今の子供たちに、ね、うん、変わらないことであるし、うん、その子たちがいずれ大人になってね、うん、そういう思い出をこう持ってくれればいいなと思いますよ ね、 ですよね、だから今の若い人たち、プロレスの人たちにね、うん、はい、何か勘違いをしてるやつもいるかもしれないけども、はい、プロレスとはどういうものかっていうことをよく考えるべきだと思うので、うんうん、なんかやっぱり我々の子供の頃はやっぱプロレスラーってヒーローですよね、うん、完全にヒーローですよね、はいはい、だから近くに来てくれることがものすごく、うん、嬉しいというか、なんて普段ありえないこと、そうですそう、ね、雲の上の人って感じありましたもんね、ありえないこと、うん、いや確かにその、うん、プロレスラーっていうのは特別っていうのに皆さん思ってるけどね、確かにそうなんだけど、でもまあたまたま体がでかくてね、それでまあそのトレーニングに耐えられた人たちが、うん、今やってることですよね、はい、
いやいや選ばれし者です。そうそう、特に富田さんたちの時代は本当に選ばれし者ですよね。本当そう思いますかね。いやだってレスラー100人いなかったですもんね、あの頃は。どうでしょうね、僕はいなかったと思いますよ。新日本、全日本、国際、はいはい、100人いなかった。今はどれぐらいいるんですよね。今もあの選手メーカーすごいですいや本当に僕はねもうあのプロレスの見ないんですよ。あそうですか。もう新日も見ないですよね。まあ、確かに真夜中でやってることはありますけどね、それもねほとんど見ないですね。解説一緒にさせていただいてたんですよ。そうですね。あそうなんですか。そうですよ。その頃はねまだ本当に新日本プロレスっていうね熱いものがあったんですよね。今はそれを見てないから僕は感じてないかもしれないけども、まあ岡田とかね、はいはい、何かあの誰ですか目をこう開いたりですね、内藤内藤ですね、内藤、とかね、まあ、あの子たちはみんな若い頃、うん、あの僕がいる頃まだ入ってきたばっかりでね、あれだったんですけど、でも本当にその当時のプロレスをね、継いでくれてるかどうかっていうのが僕はね全然今確信持てないんですよ。その当時のプロレスの軸って何だったんですかね。やっぱりね、強さでしょうね。強さ、レスラーイコールやっぱり強いっていうイメージがあって、そのためには何をしなければいけないかってやっぱりトレーニングしかないし、厳しい先生がいてね、先生小鉄さん、あの人はもう本当に小鉄さんはもう怖かったですよね。なんかよく聞きますけど、小鉄さんの車が道場にこう着こうとかするとなんかみんな気持ちがシャキッとしたっていう、なんかそんなこと聞いたことあります。道場に朝入るでしょ、10時からトレーニングで、はい、まあ、入りますよね、するとね車がねキュッと止まるとね、うわ誰が来たんかなこの音キュッと、あれはあ誰、猪木さんの車の音だとかね分かるんだ、小鉄さんだって分かるんだそれで俺たちはぁーと沈んだもんですよ、うん、本当はこれからうわっとなれなきゃいけないのにね、まあ、そういう風な若い頃の思い出がありますよね、玉から土手。あの一番厳しかったトレーニングって何だったんですか。あのね、やっぱりね一番きついのは足なんですよ。ですから他のところって、昔ね日本プロレスにいた頃ってね、はいはい、トレーニングの一番最後にこのスクワットをやったんですよ。だけど新日来たらね、合流したらまるっきり逆でスタートからやるわけでしょ。足がもうパンパンになって他何も動きできないわけですよ。これが一番困るですよねやっぱり、はい、何回ぐらいやるんですか。あのね、まあ新日の頃っていうのは、はい、あの少なくても500回ぐらい、あ少なくても多くなればやっぱり1000回とかね。あ最初にも冒頭で、そうですね。であのもう朝から晩までやらせてる、あの何千回ってやらされることもありますね。あ何千本当にじゃあ汗たまります。そうそう、本当に周りがあの湖みたいになっちゃう。ああ、伝説じゃなくて本当なんですよね。本当ですね。何千回ってはすごいですよね。で道場が暑いんですよ、はいはい、屋根がトタンですからね、はいはいはい、あの真夏は大変ですよ。もう温度計が40何度とか、もう50度近くまで行くわけでしょ。でね、最初の頃は水を飲ましてくれないんですよ。あれや、昔はそうでしたよね。昔は本当は良くないんですよ。そうそうそう、今はある頃からスポーツ、そういうなんかいろいろこうね、はい、が分かって、あのスポーツのこうやり方っていうのが分かって、それで水分を取らなきゃいけないってことで、そのお茶を今度はカンカンに沸かした熱いお茶がそこに置いてあるんですよ。だけど水分飲みたいからね、その熱いお茶をふうしながら飲んで汗がまたぶわって出るわけでしょ。帰って脱水症状。よう考えたらこれいじめでしょ。もう新日本はいじめだったんですよね。そういう中でやってきたんですよね。いやいやいや、そう生き残るだけでも大変ですよね。そうそう、本当大変ですよね。本当になって新日本でもうそのね辛い辛いもう厳しいトレーニングやって、でメキシコでも相当大変だったって聞きますもんね。あのメキシコに行った時はね、もうこれはあの日本人の看板を背中に背負ってるからね、度胸だけですよ。やっぱり変なことしてくるやついました。いますよね。だけどまあ実際にそういうハムロとかそういうもので危険な目にあったことはないけど、はいはい、でもあの絶対に場外には行かないでくれみたいな感じのことは言ってましたよ、みんな。特に佐山なんかもね、うん、木村さん危ないからね、絶対にあの場外行ってあのなんとかしないようにしてくださいって言ってたんですよ。挑発するのも本当言ってたんだけど、俺全然関係なかったんでね、場外に行ってなんか悪いことしようもんならすぐ膝蹴り入れたりね。ああ、俺全然平気でしたよ。あ、お客さんにも、お客さんに、向こうが来るんだしょうがないですね。そういうことで全然ビビることなく、俺は日本のスタイルを背中に背負ってんだから、背中にはアントニオに入るんだと、ね、そう日本の新日本のスタイルを俺は持ってるから向こうの選手に合わせない、だからね変な話メキシコではすごいねヒールになっちゃったんですよ、悪役に。俺は普通に試合してるんですよ、だけど向こうではそれがすごく
逆にヒートしてしまって、うん、だからすごくあのメキシコでは売れましたね。ね、なんかすごくそうですよね。メキシコではそうトップにね。だからね、もう本当にいいギャラもらってたみたいですね。見たっていうのは自分で。いやいや、他の人分からないじゃない。ああ、うん。まあ聞いたところによると、そうらしいんで。他の人の何倍もらってたんですね。何倍ももらったかもしれないね。佐山さんとも一緒に行ってたんですか。まあ一緒の、もう部屋も一緒でね。へえ。で彼はね、あの。ベビーフェイスなんですよ。正義の味方みたいなんですよ。でこっちはもう悪役になってる。で俺は悪役のつもりじゃないんですよ。何の悪役じゃないんだけど、そういうふうに見られていたんですよね。あと普段こんな優しいのにやっぱりスイッチ入っちゃうとすごい、ね、だから一つのね、あの自分のポリシーっていうか信念のスタイルをその貫き通しだから悪役になっちゃったんですよ。なんか当時のレスラーってその喧嘩も強かった、はい、そんなイメージありますよね。だからなんかこう道場破りとかってあったんですよね、はいはい、昔は。そうですね。ね、でもそれをこうバーンとね跳ねのけてっていう。そうそう。あ、でも本当にレスラーイコール強さっていうものがね、うん、これはもう絶対こうイコールですよね、はい、あ、レスラーとそれから強さっていうのはね、はい、だからそれをやっぱり今のレスラーたちもよく考えていただいてね、うん、本当にあのプロレスをやっぱり怪我さないようにしてもらいたいなと思うね、はい、あの猪木さんとウィリー・ウィリアムス、うん、極真がいた時に、うん、はいはい、よくあの新日本の選手が、はいはい、あの普段あの極真の空手の人に絡まれたとか、うん、よく聞いたんですけど、木村さんも絡まれることはなかったんですけどね、はい、ただねすごい異様な雰囲気ですよね。あれこそやっぱり本当に戦いの場っていう、いや、あの客席でも武道館で喧嘩してましたよね、お客さん同士で、ね、空手のファンの人とプロレスのファンの方ね、うんうん、でもだって、うん、あの会場も極真と新地勢ですごい緊張感ありましたね、うん、あの時は。あれがやっぱりプロレスなんですよね、うん、本来のプロレス、うん、やっぱり笑い声が出るようなものがね、うん、いいとは僕は絶対に思わないんですよ、うん、だからね、やっぱりプロレスイコールやっぱりね、あちらこちら場内お客さん同士が喧嘩をしてくるぐらいの、うん、それをやっぱり新日本が作り上げたもんですよね。いやでも熱かったですよ、ね、めちゃくちゃ熱かった。あの、うん、あ、ごめんなさい、あの両国を壊された時期あったじゃないですか、うん、はいはい、あ、両国は蔵前国行ったと、はいはい、IWGP の、はいはい、第2回の IWGP かな、はいはい、決勝 で長州選手がね、その乱入してきて、あの時もすごい熱かったですよね、火も出ちゃってますもんね、あれね、本当にビートたけしたちの TPG が来た時もありましたね。あれが出た時もすごかったですよね、もうこの前ちょっと僕もビートたけしのテレビタックル出たんですけど、そのことには一言も触れませんでしたね、触れることはなかったんですけど、まあそのとこことをたけしさんがしてるかどうか覚えてるかどうかわからないけど、ね、いや覚えてると思いますよ、うん、でも本人はその時来なかったからね、うん、でそれ以外の人間ダンカーたちが、はいはいはい、もうガタガタ振りながら涙流してね、で喋ってる、俺たちは下からこのバカ野郎って言って、本心ですからね、だからもう彼たちは怖かったと思いますよ、ね、いや怖いっしょ、怖いですよねそういうね、あのことがやっぱりあの新日のリングにはあったんですよ。緊張感がすごかったですもんね、あの今あのね、ウィリー・ウィリアムスの話が出たんで、うん、そのモハメド・アリー選手と猪木さんの試合、はい、もうあれもすごい凄まじい緊張感の中で、うん、そうですね、あれね、本当にあの、うん、モハメド・アリーはね、モハメド・アリーはね、最初からもう試合の前日まで当日まで本当にこれはエキビジョンだと思ったんですよね、エキビジョン、うん、ということは、はい、その本当に軽くさらっと流すようなイメージで、ね、軽い気持ちで日本に来たんですよね、うん、でも猪木さんはね、それはプロレスの名を背負ってるわけだから、はい、うん、それで高いギャラ払うわけでしょ、ファイトマネーが何十億、十何億とかなんとかっていう話を僕は聞いたんですが、はい、そのおかげで我々のね、そのファイトマネーがね、だいぶこう下がった、そうですか、あ、実際そうだったんですか、そうです、そうですよ、で一番怒ったのは女房ですよねその頃一緒だったからでもね、本当にそういうことで、我々のその世界に一石を投じてくれたのも、まあ確かにその、モハメドアリですよね、はい、もうずっとそばに多分いらっしゃったと思うんですけど、うん、当時、まあ、記者会見やったりとか、うん、ね、あのスパーリングやったりとかね、うん、ありますし、で、あの一連の流れの中で、はい、なんかすごく印象に残ってるなっていう場面とかってあります？いや、印象に残ってるっていうか、うん、まあ、それはもうあの記者会見で、はい、モハメド・アリと猪木さんとかこうあってね、はい、でその時にモハメド・アリはもうあの調子ですから、はい、要するにビッグマウスで、はい、わーわーわー言いながらも楽しんでるわけですよ、うん、
でも猪木さんはやっぱりそうはいかないっていう頭があるけども、うん、顔は笑顔を作ってるけども、うん、やっぱりその中に芯はね、うんうん、やっぱりちゃんとしたものを持ってるなっていうことを感じましたよね、うん、それがやっぱりあの試合に出てきたあれでしょうね、うんうん、あの記者会見の一番最後にもうわわわわ言われて、うん、最後に猪木さんはもう感じルールもねそのリングに上げるためにもう全部飲んできたと、うん、でがんじがらめされてるけど明日はこいつに絶対勝つって言うんですよね、うん、あのねあのその数十秒のシーンですけど、うん、あれだけでもむちゃくちゃ違いますよねただねあのルールだったらねもう組んでもう何秒かでしょ、うんはい、本当に数秒ですよ、はい、これ両手にぐらいの10秒間ぐらいのあれがあれば、うん、多分首取ったら首落としてたでしょうね、うんはい、だけどもう本当にスリーカウントぐらいであのブレイクじゃなかったから、うんはいはい、そうでしたね。もう今ちょっと忘れましたけど、うん、確かにもうあのルールだったらどんなにあれしても勝てないです、うん、あれしかなかったんですよ。ないです、ないです、もうあれしかないんですよ、うん、でもなんか4ラウンドかなんかで1回倒してちょっとありましたね、強い入れましたでしょうね、あれが精一杯ですよ、うん、慌ててましたね、アリの方は。そうですね、セコンドから何かね、本当にだからね、もうセコンドはいざ何かあった時にっていう、うん、変な噂もあったんですよ。あれピストル持ってたじゃないですか、あいつら。ピー、じゃあもう確かにピストルをどうのこうのって言ってましたね。うん、バケツの中のどうのこうの。それはなかった。いや、あの猪木さん陣営は木村さんたちも何か隠してなかったんですか。なあ、もちろん。そんなことしないで。やらないですよ。堂々と。で当時カールゴチさんも来てて、はいカールゴチさんとはいろいろ練習とは一緒にされたんですか。もうね、厳しいトレーニングね。本当に真夏の暑いとあの道場が40何度なんのね、そこにもう何時間も閉じ込められてね、ガッタガッタ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 ッとトレーニングさせられるんですよ。いや厳しかったですよ。まあでもああいう厳しいトレーニングがあるからこそ、そうですね、リングの上でパフォーマンスするという、ね、だからやっぱりあのカールゴスさんみたいにね、世界でやっぱりあそこの有数な関節技のね、はいはい、やっぱりカルゴチっていうのが生まれて、うんその弟子たちがね、やっぱり新日本でこう猪木さんとかね、はい、みんながこう育ったわけじゃないですか、うん、ということはやっぱり素晴らしいですよね、うんうん、まあ、僕あのトースポ時代にコラム一度ね、はい、猪木さんに一番似てるのは実は藤波さんじゃなくて、うん、木村さんだって書いたことがあるんですよ、骨格がね、それは間違いないでしょ、骨格がね、猪木さんに一番似てるのが木村さんだって、後ろ姿なんかね、確かにそっくりだったんですよ、背格好が似てますよね、うん、だからね、第2の、ね、アントニオ猪木なんてその気になって嬉しくてもその気になっちゃったから僕はダメだった。いやだからその辺僕はだからプロレスが体制しなかったのはトースポのせいなんですよ。なるほど、え、俺のあの記者のせいですか、正確に取りなさい。そしたら今頃ね、議員なんかやってるんですね、うん、もっと違った人生送ってたからね。あ、だって奥さんを選ばれたのもあの倍賞ミスが似てらっしゃったから。あ、そうそう、陽子さん、そう、あらもうね、僕はあのアントニオ猪木さんもね、もうプロレスのこの本当にレスラーとしてのこう神様みたいな存在でしたよね、うんうん、でその奥さんがまた倍賞美津子さんじゃないですか、はいはいはい、僕ね一番大好きな女優さんなんです。あ、なんで猪木さんのとこ行くのって言うの。、うん、でも倍賞さんと会ってね、そう見た時にうわこの人やっぱり素敵だなと思って、あと本物は素晴らしかったですか。そうだった。それで不登校が出会ったのが女房なんですよ。あ、そう、若い頃またそれによく似てるんですよ。で声もああいう男っぽくてね、うちの女房もちょっと男っぽい子ですよね。で性格も同じようにカラッとしちゃって、でそれでもう虜になっちゃったんですね。プロレスからだいぶ脱線しました。それはあれですか、おいくつの時に出会ったんですか。僕22の終わりか。あ、じゃあかなり分かる。しばらく内緒でしたよね。はい、それからしばらくしてすぐ同棲しました、こっそりと。あ、こっそりと、はい、道場にはいたんですけど、もうあの別のアパートから来て、そこに、うん、あの一緒に同棲してね、うん、じゃあ道場に帰らないことも多かったと。まあそうですね、すいません。結婚されてからもしばらく内緒でしたよね。そうでした、うん、はい、やっぱり人気商売だから、やっぱり、うん、そう、当時は特にね、あの、ね、はい、ファンはね探してくるのがいたんですよ。あれやな、もううちの前でばったりそのファンがあの出くわしたこともあったしね。へえ、はあ、これ困りましたね。また木村さん表になりましたから、うん、ねえ大変でしたよね、きっとね。それからもう本当にあの僕はあの女房のおかげですよね。うん、ここまでやっぱり来れたんですよね。議員になられたのはやっぱり目黒区議会議員
あ、それはでも木村さんのが、あの本当は木村さんで来た話だったみたいです、ね。僕はね、あのそう、あの僕あのうちに来、あの、うん、来たんですよ。要するにあの僕にじゃなくて、うん、うちにそういう相談が来てね。うん、あの当時あの石井浩樹っていうの衆議院議員の中でこう殺されたんですが、その人の秘書がね、たまたま目黒だったんですね。その選挙区が、うん、で目黒区であの区議会議員を探してんだけど誰かいい人いねえかっていう話だったんでね。でじゃあ俺やるよって言ったんですよ。うん、俺はそのやれたかったもんですから、昔からそういう。うん、実はもう子供の頃からやっぱりこう議員を目指したんじゃないんですけど、ね、はいはい、そういう貧しい生活をずっとしてていろんなことがあってね、やっぱりそれにはやっぱりあのそういう政治の力っていうのも、うん、必要だろうっていうことで、子供の頃からそういう気持ちは多少あったんですね。うん、でそういう話があったんで、じゃあ僕がやりますって言ったら、うん、あ健吾さんじゃもったいないなっていう話 で、 で横で女房が酒お酒飲んでいいコンコロ持ちになってる時に奥さんだったら面白いねってそいつが言ったんでそうだ、そうだ、東大元暮らしたこのことだなと思ったんですよ。性格から言ってぴったりだと思って、それでおいどうだやるかったら、いやよそんなこと私はって私はねそんな人前でそんなことするの嫌だって、いいから簡単だから当選は俺がさせるから絶対に当選もさせるからな、でやれば絶対にって言ったら嫌だ嫌だ、いいから飲め飲めってガンガン飲めでそれが2杯3杯4杯といっても最後は酔っ払ってもうこっちの根幹根負けしたんでしょうね。いいから当選させるから頑張れって言ったら最後うんって言ってよし決まったって言ってそれでもうあくる日にすぐ写真撮りさせてポスター作りさせて、本人は何していいか分かんなくてポカーンとしちゃってるんですよ。それがね、6期もやって24年間、はい、議会議員としてやったんですよね。副議長もされたんですよね。そうそうそう、まあ、すごいですね。やっぱり性格とか政治家に合ってたのかもしれないですね。それがね、もう本当にぴったりなんですよ。その時はね、あの私は嫌だなって言ったけど、ああこんなにぴったりとやつはいないなと思うぐらい合ってましたね。でも奥さんは目黒区議会議員で、で、はい、ね木村健吾さんが、そうですね、あの、ね、今現在は彼女自身はね、うん、あの落選 し、はい、してますが、3年前に落選した、はい、でも1期4年間はね、一緒にこう、メゴと知らなくて、うん、ね、いろいろとこっちはあの後輩ですから、聞きに行かなきゃいけないことがあるんですけどね、あんまり教えてくれないですよ、意地悪な先輩でね。ちなみに どうして議員だったんですか、うん、議員にね、だから政治っていうのはもうその先も言ったけど、うん、子供の頃はやっぱり大変悪い、うん、あの子供時代だったんですよ。うん、で、まあ、あの家族が親一人子一人でね、うん、あの母親いなくて、いろいろこう辛い思いをして、うん、そしていろんなそういう、うん、あの貧しい子供たちだとか、うん、恵まれない子供たちのこともいろいろこうね、子供の頃よく知ってて、うん、まあ、自分自身がすごくグレてましたからね、うん、そういうことがある程度大人になった頃になる頃にだいたい分かる頃にね、うん、そういう政治の力っていうのが必要なんだろうなっていうことが何か分かったんですね。うん、それであの自分がやりたいなっていう気持ちだったんですね。うん、なんかプロレスの世界って、まあ、力道山先生がご存命途中で亡くなられなければ、うん、おそらく政治家になったんですよね。そうでしょうね。うんうん、でもそれをまあ猪木さんがこう継いだ感じになりますよね。うん、ですね。うん、ね、そのまた猪木さんの DNA をまた、そうそうそう、木村さんも、まあ、それもあったんですよね。はい、だからまああのきっかけはね、うん、よくあの世間では、まあ、猪木さんでもできたんだからなみたいなこと言ったんだけど大きい声で言えないけどできたんだから大丈夫だろうみたいなことでね、まあ、あの言ってますけど、でも本当にあの猪木さんがね、あの与えてるその影響力っていうのは、北朝鮮にしてもね、やっぱりプロレスラーアントニオ猪木がね、その世界でやっぱりここまで頑張ってきたっていうのはね、これは計り知れないほどのやっぱり影響力ってのありますよ。でそれを見てね、俺も頑張ろうっていうやつが、俺もそうだし、やっぱりあの西村にしてもね、はいはい、まあ、他にあのサスケだとかそういうやつらはまあいるけど、うん、まあ、それは猪木さんが影響だったか分からんけどもね、うん、でも多少なりそういう影響力ってありますよね。ありますよね。やっぱりレスラーができることってのはたくさんあると思うしね。長谷さんなんかまさにそうですね。衆議院でね、やられたり、もう大臣までなったんだもんね。そうですよね。偉くなりやがってね。どうだいか。あの健三さんが、はいはい、の奥さんのひろこさん、はいはいはい、同じパターンですよね。はいはいはい、要するに健三さんに話が来て、うん、ひろこさんが、はいはい、あの立ったというね。はいはい、
でもレスラーっていうのはねやっぱり存在感があるんでしょうね、うん、すごいですよね、うん、でただこれを間違った考えを持って履行するんじゃなくてね、うん、本当に正しい考えで本当に履行してくれれば、うん、それが世の中の人に立ってくれれば、うん、いいことだと思いますよね、プロレスのこう入門時代の厳しい練習に耐えられたら、うん、どんなことでも、ね、乗り換えられそうな気がしますよね、ですよねプロレスラーの方だったら。そうなんだよね、うん、本当にプロレスの頃の若い頃にはもう絶対に戻りたくないよね絶対戻りたくない。あの頃にはもうこの次生まれ変わったら俺は絶対もうレスラーにはやれない。あ、そんなに厳しい。そんな厳しいな。もう本当にあれでしたね、うん、でもよくそれを耐えてね、うん、みんなこう中まで、うん、新日の若い連中でね、うんうん、やっぱりこう励まし合ってやってきた結果でしょうね、うんうん、あの当時のレスラーの中でなんかこうすごく気があったとかっていうレスラーいらっしゃるんですか。いやいや、みんなね、うん、藤波はまあちょっと 別格、うん、ちょっと我々よりかちょっと上っていう感じでしたしね、うん、長州は長州であれもすごいプライドを持ってましたね、うん、だからちょっとこう花田監督ありますよね、うんうん、まあ、皆さんもご存知だと思うけどねそういうところありますからね、ちょっとこう、うん、とっつきのところありますけど、うん、それ以外はみんな本当に和気あいあいでしたね、うんうん、道場時代も面白かったですよね、いろんなことがあったとですよね、もうほとんど忘れてますけど、そろそろおじいちゃんの部類に入ってます。いや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 、ちなみに、藤原さんとちょっと仲悪かったという伝説があるんですけど、うん、そんなことはないですか。喧嘩なんかもしないし、ただそういうのが世間ではあるんですよね、でもそんなことはないですよ。ただ彼もそういう男気がありますからね、だからあんまりこう親しくどのことっていうのはないですよ、やっぱりあれですか、ね、固く決めろよサブミッション。